セブンアイホールディングスセブンイレブンジャパンセブンイレブンはアメリカ合衆国発祥の大手コンビニエンスストアチェーン。日本においては株式会社セブンアイホールディングスの子会社の株式会社セブンイレブンジャパンが事業展開している。日本のコンビニエンスストアとしては最大手でチェーンストアとしても世界最大の店舗数を展開している企業。 日本の一号店顧客のニーズを本部のネットワークでいち早く察知し店舗で売る商品をメーカーや取引先に発注するシステムを構築することで売り上げの機会を逃さない廃棄ロスを気にせずに顧客の購入機会を失うことがないように徹底した店舗管理を実践しているとされるセブンイレブンが目指すのは売れ残ってでもいいから品物を 売り切れ状態にするなという考え方であり、廃棄ロスよりも機械ロスの最小化を目指しているという。この方針は、セブン本部と加盟店がお互いに独立した関係を作り、仕入れに関しては加盟店がそのすべての権利とすべての支払い義務を持つために必要とされるコンビニ独自の会計制度。商品の廃棄ロス分のロイヤリティを加盟店側が負担する。 取り決めになっているように誤解されることが多いが、実態は一般的な会計では、廃棄ロスは売上げ原価に計上され、あらりが減り、本部に払うロイヤリティは仕入れ原価をチャージ割合で負担することとなり減少する。つまり100円で加盟店が仕入れても加盟店負担は40円という、加盟店の独立性を侵害する会計になる。これにより、 セブンイレブンに限らず、コンビニ業界では、廃棄ロスを営業費用に含める制度を採用しており、売れ残って廃棄された商品は加盟店が全額負担する。これらの制度は、加盟前に事前に加盟店に説明されており、一部の加盟店が後付けで、ロスチャージとして裁判を行ったが、最高裁判決によって事前説明があったことにより、 ロスチャージ存在しないと結論付けられた。しかし現状では、ネット上に流れたデマが、まだ存在しており正確な情報が理解されているとは、言い難い。同時に、政治的思惑から大企業体加盟店の図式に、落とし込み、大企業イコールワルとしたい勢力には、ロスチャージは好都合で、ロスチャージを存在するように利用するケースが未だ絶えず、書籍や SN、SNS などで、 主に共産党系に利用されている。配送トラックの一例2005年より、日本国内で使われている新しい看板日本のロゴ、日本国外のロゴ伊東洋華堂の子会社、ヨークセブンが、アメリカのサウスランドコーポレーションからライセンスを取得し、日本で事業を開始した。当時、伊東洋華堂社内では日本におけるコンビニ事業の将来性に懐疑的であったが、 これを推進した鈴木敏文が失敗時には事故が保有する伊東洋華堂の株式で穴埋めをすることを条件に伊東洋華堂のオーナーである伊東正俊の了解を取り付けたその後アメリカ合衆国との商習感や食習慣の違いからそのままでは通用せず次第に日本の市場にローカライズしていったおにぎりや弁当の販売 ボスシステムの導入、メーカーとの提携による独自商品の開発、店舗周辺の住民構成やその日の転校、近隣の学校のイベントなどに合わせたきめ細かい売り場構成を行うなど、需要の開拓や流通効率性の向上に努めて、高収益を維持している。こうして、もともとアメリカで誕生したセブンイレブンの業態は、日本市場で独自の発展を遂げた。 1991年には当時経営に行き詰まっていたライセンス元のサウスランド社を逆に伊東洋稼働及びセブンイレブンジャパンが買収、子会社化した。そして短期間に奇跡的な業績回復を見せアメリカ合衆国で大きな話題となった。7月11日はセブンイレブンの日である。全国でセブンイレブン店のオーナー、従業員、 本部社員が店舗周辺を一斉清掃する日になっている。ちなみに11月7日にも清掃活動を行い、年2回行っている。2005年11月より、ポール看板がイトーヨーカドーと同じくセブンアイホールディングスのシンボルマークに変更された。また、シンボルマークのデザインは日本と海外とで多少異なる。海外のものは四方緑に囲まれているが、 日本のものは上の部分に緑の部分がない。店舗内の様子セブンイレブンは日本のコンビニエンスストアチェーンの草分け的な存在で2019年3月末時点で全国2904店舗と日本で最大の店舗数を持つ。また大手コンビニエンスストアチェーンの中で1店舗あたりの販売額が最大である。さらに 反則施策の一環として各メーカーと協力してセブンイレブン限定商品の販売や新製品の先行販売を行うこともある。ドミナント戦略と呼ばれる特定の地域へ集中的に出店することにより物流、広告、店舗指導その他で効率向上を狙った戦略をもとに店舗展開を行っているため店舗数は 日本一であるものの店舗数に対し未出店の地域がかなり多く、そのために三大都市圏の一つである名古屋ですら、21世紀に入るまで出店はなく7月12日、大阪への出店も1991年3月と、比較的遅かった。なお、このトミナント戦略については、会長兼 CEO の鈴木敏文も、セブンイレブンの競争力は、突き詰めると、 トミナント戦略に行き着くと豪語しているほどである。一方で、2000年代後半以降は、都市部における店舗数の飽和などもあり、未出店地域への展開も積極的に行われている。実際に、中京地区への出店前の2001年6月時点で18件、北陸3県への出店前の2009年1月時点で13件あった未出店地域は、 2015年10月時点で沖縄県のみとなった。沖縄県については2016年6月29日2から3年以内を目標に出展する意向であることが報じられた。さらに2017年6月9日には2019年度をめどに出展を開始するという公式発表が行われ、出展に向けて同年10月25日那覇市に 当社市会社の現地法人、セブンイレブン、沖縄を設立した。その後、2019年7月11日に、沖縄県内発の店舗が、複数同時に開店し、ローソン、ファミリーマートに次ぐ、47都道府県すべてに、出店する、コンビニエンスストアとなった。2000年代末期以降の未出店地域への、展開東北地方秋田県と青森県の2県が、 未出店地域となっていたが、2010年代に入ってから、それぞれの県で出店を果たしている。まず、秋田県において2012年5月31日、横手市と三里町に、計3店舗出店し、店舗展開を開始した。岩手県、宮城県、福島県、新潟県からの商品供給となるため、県南地区からの出店となったが、 2013年3月28日には、秋田市に5店舗出店したのを皮切りに、県王地区への出店も開始した。2012年の出店開始当初は2015年2月末までに、秋田県内で100店舗の展開を目指すとしていたが、商品供給網の都合により、県北地区への出店は予定されていなかった。しかし、 後述の岩手県北上市の新工場の完成後は、東北自動車道から近い大館市や和野市への出展も開始しており、2019年7月時点で、野代市などを除く県北部への進出を果たしている。また前述の秋田県への出展開始時には、青森県への出展は白紙であるとしていたが、2014年10月31日の記者会見で、 岩手県北上市の提携先、専用工場が、翌2015年5月に稼働を開始することを機に、青森県への出展についても同年末より、岩手県境に接する八戸市周辺から開始することが発表された。同工場は2014年7月に着工したが、その際に、セブンイレブンの小屋和樹副社長は、 配送体制の充実で、岩手県に300店舗、秋田県に200店舗の展開を目指すと述べた。その後、2015年5月25日に工場が完成し、稼働を開始。青森県に商品を届けることが可能と判断し、同年6月12日に行われた、県内五市一町計8店舗の出店を皮切りに、店舗展開を開始した。 同県では2017年度をめどに約100店舗の展開を目指している。北陸地方2009年1月23日に富山県と福井県、さらに12月4日には石川県内に出展。北陸3県全体として3年間で約200店舗の展開を目指している。石川県への出展に先立ち同県白山市にて、 配送拠点となるわらべや東海の北陸工場が12月2日より稼働を開始した。なお、同工場の稼働まで、福井県の店舗は愛知県の配送網、富山県の店舗は新潟県の配送網をそれぞれ使用していた。山陰地方2009年2月に島根県への出店を開始した。進出開始当初は隣接する広島県の配送網から、 商品配送を受けているため、県西部のみの出店に止まっていたが、工述する鳥取県への進出に伴い、松江地区事務所を設置し、2015年10月16日に、松江市など検討部にも進出した。また、鳥取県については、2015年4月2日の記者会見で、同年10月にも出店を開始することが発表され、10月30日に、 出店が開始された。松江地区事務所が統括する島根県東部、鳥取県西部の店舗の商品は隣接する岡山県、広島県、香川県、兵庫県などから配送し、2020年度をめどに島根県で約70店舗、鳥取県で約50店舗の展開を目指している。鳥取県も進出開始当初は配送網の関係から、 県中西部のみの出店となっていたが、県東部の鳥取市にて2017年5月に初のオーナー説明会を開催しており、同年11月17日に出店が開始された。なお、県東部の店舗の商品は隣接する兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、岡山県などから配送している。四国地方長らく市場の規模の小ささなどから出店を見合わせていたが、 今後は、四国地方にも進出することが2012年9月9日に発表された。そして2013年3月1日に、香川県の高松市、境出市、直島町に、計8店舗、徳島県徳島市に6店舗出店したのを皮切りに、両県のサンクスブランドエリアフランチャイザーであった、サンクスアソシエーツ東四国が、セブンイレブンに倉返し、 2013年3月から5月にかけて91店舗を転換した。なお、サンクス東四国からの転換分には、同業他社が出店していない小戸島や直島の店舗も含まれている。これと、並行して残る2県での自前店舗の新設も進めており、2014年3月1日には、愛媛県の松山市、新居浜市に、計3店舗、 翌2015年3月6日には、高知県高知市に3店舗を出店し、両県での店舗展開を開始した。2018年度をめどに四国4県で、約590店舗の展開を目指している。また、四国内の工場稼働までは、岡山県や兵庫県などから商品を配送していたが、香川県境で死にて、 わらべや関西の香川工場が2013年12月23日より稼働を開始。さらに、愛媛県新居浜市にて、プライムデリカの新居浜工場が2014年4月7日より稼働を開始した。九州地方唯一出展していなかった鹿児島県は、2011年3月25日に、 霧島市と総市に計4店舗出店したのを皮切りに、同年6月16日には、鹿児島市内にも3店舗出店。3年間で約200店舗の展開を目指している。商品配送については当初、熊本県及び宮崎県の工場及び配送センターを活用していたが、2013年6月末、愛らしかじき町に工場及び配送センターが、 完成し、同年8月19日より稼働を開始した。物流上、宮崎県串間市の店舗は、鹿児島県に進出した後に出店した。なお、同県への出店に関しては、南国食産が1990年代後半に、セブンイレブンとしてのコンビニ事業進出を模索していたが、当時のセブンイレブン側が慎重な姿勢を示し、最終的に南国食産は、 サンクスアソシエイツとの合弁で南九州サンクスを設立した経緯がある。なお、九州地方にも属する沖縄県については前述の通り2019年7月に進出を開始している。未出展地域前述の通り2019年7月時点で日本の 全都道府県への進出を達成しているが、その一方で、ドミナント戦略による未出店の市町村も一定数存在する。鉄道各社との提携、連携機なか事業としては、2009年9月30日に、京浜急行電鉄と業務提携による事実上のフランチャイズを行い、京急ステーションコマースが運営する。 京急線各駅の売店をすべてセブンイレブンに転換することが発表された。さらに2013年10月30日には新京成電鉄とも業務提携を行い、スタジオンセルビスが運営する新京成線各駅の売店の転換を発表。ただし新京成線には売店が閉店した駅もあり、その駅においても展開するかは言及されていない。中小では 江ノ島電鉄の鎌倉駅構内にミニセブンイレブンがあり営業時間が7時から20時と変則的になっている。交通系電子マネーとしてはパスモが導入されることになった。また、2010年10月16日より北海道キヨスクとも業務提携を行い、同社が札幌エリアで運営する北海道旅客鉄道及び札幌市交通局主要駅のコンビニをセブンイレブンに 転換している。2014年からは、西日本旅客鉄道グループとの提携により、同社主要駅構内の売店を、セブンイレブンキオスクに、主要駅構内のコンビニ型店舗を、セブンイレブンハートインにそれぞれ置き換えることとなり、それによる、約500店舗のリニューアルが5年かけて、順次進められている。さらに2015年からは、 四国旅客鉄道グループとの提携により、同様に、駅構内店舗の、セブンイレブンキオスクへの置き換えが順次進められている。都道府県出店年表、開店日、地域名、A、B、地域 B 都道府県中 A 番目の出店商品券、ポイントカード決済ポイントカード7個導入に伴い2007年5月15日で、ポイント加算終了。 電子マネー決済2013年3月23日現在、全店で利用できる電子マネーはフェリカ方式を採用した以下のご系列。いずれもカード型とモバイル型の両方で利用可能。これに加え指定された店舗限定ではあるが以下の交通系電子マネーが利用可能。クレジットカード決済2010年5月31日までは東京ミッドタウン店。 神戸大学工学部店を除き、クレジットカード決済は、非対応だった。しかし、同年6月1日からは、全店舗で、IY カード、及び JCB ブランドの各社のカードの2種類より、利用が可能となった。同年9月13日からは、ビザカード、マスターカード、アメリカンエキスプレスカード、ダイナースクラブカードの利用も、可能になった。 海外発行カードは使用できなかったが、2012年12月17日午前10時より、海外発行のクレジットカードも使用できるようになった。バーコード決済、セブンイレブンでは、バーコード決済の導入が、同業他社に比べると大幅に遅れていたが、2019年7月1日から、自社のバーコード決済サービス、ナナペイ並びにペイペイ、メルペイ、ラインペイ、 アリペイ、ウィーチャットペイの国内外5種類のバーコード決済に対応すると発表した。しかし、7ペイ開始2日後の7月3日、7ペイの大規模な不正利用が発覚し、サービスの制限を開始。7月4日には、すべてのチャージを一時停止。7月30日には利用者全員の7 ID パスワードを一斉リセットするなどの措置を講じたが、 ついに9月30日をもって、7ペイのサービスを廃止することを決定した。2019年10月1日から D 払い、オーペ、楽天ペイユーチョペイにも対応。2011年4月をもって、パラドゥなどを除いた多くのブランドを廃止、順次、セブンプレミアムセブンプレミアムゴールドシリーズに切り替えている。2014年3月より、これまで、ローソンや、 ファミリーマートと比較して弱いとされてきた西日本での地盤を強化するため、西日本プロジェクトを立ち上げ、一部の商品開発を大阪で行っている。戦術の JR 西日本との提携も西日本での地盤強化の一環とされる。独自商品ではないが、ファンタメロンソーダ味、ファンタレモンスカッシュ味はセブンイレブンでのみ、発売している。 現在過去町のお菓子屋さん陳列スペースセブンカフェカー、無料試飲会などに使われる数多くあるオリジナル商品の中にモンドセレクションを受賞した極上の一口がある。同社がコンビニ業界で初めて導入したカラーコピー機は当時のミノルタ製だった。その後何回かの移り変わりを経て2009年10月から 富士フィルムビジネスイノベーションのマルチコピー第3世代機を導入開始2010年3月までに全店導入。第3世代は7個で決済できるようになった。また2011年7月19日より7個ポイントも税抜き100円につき1ポイント付与されるようになった。ただしチケットプレイガイド行政サービスは付与対象外となる。第4世代は QR コードリーダー、シャッフルプリント、写真にリットルサイズに対応された。2021年10月に導入が開始され、2022年9月までには全店導入される予定。コンビニ ATM はセブン銀行の ATM をほぼすべての店舗に設置している。他のコンビニエンスストアチェーンが ATM 管理住宅会社により ATM を運営しているのに対し、 セブンイレブンは新たに銀行市会社を設立し、その出張所という形で ATM を設置している。都市銀行、信用金庫、誘致銀行、老金及び、鹿児島銀行を除く多くの地方銀行などに対応し、かつ7個や楽天エリなどの電子マネーチャージへの対応など、セブンイレブンとのサービス連携も行っているが、銀行法の関係で、 店員は ATM に関する対応を行うことができない。東日本大震災に伴い、セブンイレブンでは新しい試みとして、セブン銀行 ATM 移動車を2011年5月21日から、宮城県の一部エリアで展開することになった。2012年12月1日から、公衆無線ム戦乱接続サービスのセブンスポットを、東京特部から、全国展開を開始した。 セブンスポットでは、ブロードバンドインターネット接続ができる。ウェブブラウザからは1回につき最大60分間となり、1日につき3回まで接続可能だが、公式アプリからは無制限で接続可能。接続するには 7ID を登録する必要がある。2018年現在、セブンイレブンは16の国と地域にコンビニエンスストアチェーンを運営する国際集団である。 全世界の店舗数も2017年3月末現在で6万店を突破し、チェーンストアとしては店舗数が世界で最も多い。日本法人がアメリカ法人を子会社化した。詳細を下記に記述。1991年には本家アメリカでセブンイレブンを展開していたサウスランド社が経営に行き詰まってしまう。そこで伊東洋華堂と セブンイレブンジャパンが支援のために、サウスランド社を子会社化し、日本流のコンビニ商品管理システムの導入などで、経営を立て直した。持ち株会社制に移行した2005年9月には、7ブン・インクの完全子会社化を決定。セブンイレブンジャパンの完全子会社イーグホールディング CO を通して、株式公開買い付けを9月6日から実施。7ブン インクの経営陣の同意を得ていなかったため、買い付け条件が不十分との難色を示されて、TOB 価格の15%引上げや、期間延長を余儀なくされるなどしたが11月9日に、TOB は終了し、95.4%の株式を取得。テキサス州法に基づく略式合併により、一旦、 セブンイレブンジャパンの直接の完全子会社となっている。その後、セブンイレブンジャパンは完全子会社として、セホサービス LLC とセホファイナンス LLC の持ち株会社2社を設立して、イーグホールディング仕様の株式をそれぞれ60%と40%保有させている。台湾キールン市内のセブンイレブンシティカフェ機の売店として機能している。 セブンイレブン、中華民国では、1978年4月に、統一企業が1億9000万台湾元を出資して、統一長久商店を立ち上げ、1979年5月に、台北市、高尾市、台南市で同時に14店舗をオープンさせた。7年連続で赤字を出すなど、不信もあり、1987年に、統一長商として再建された。 1994年7月に1000店舗、1999年に2000店舗を突破し、2000年4月20日に米セブンイレブンと永久ライセンス契約を結ぶ。以来、2019年3月末時点で5443店舗が営業中である。2004年からはオリジナルのプリペイドカード、iCash が発行され、その後は、 非接触型のアイキャッシュ u u カードやアイキャッシュ 2.0UU カード一通りに対応している。日本同様、コピー機と連動したマルチメディア端末、イボンが2006年より導入されており、コピーやプリントのほか、税金、携帯電話やネットオークションの決済、一部地域ではタクシーの呼び出しも可能となっている。さらに公演チケットや公鉄を含む、 鉄道、高速バスなども直接購入、あるいは予約後の発見が行われている。多くは、イボンから印刷された紙をレジへ持ち込み、支払うことで完了、または発見される。また、関東ニア焼き芋の調理販売や、コーヒーマシンでの飲料販売も多くの店舗で行われている。マスコットとして、オープンちゃんがいる。これは、 セブンイレブン以外の統一企業グループ各社や統一調所が進出した各地のセブンイレブンでも用いられている。ウィキメディアコモンズには台湾のセブンイレブンに関するカテゴリーがあります。香港香港のセブンイレブンの看板香港では7個、関東語でセブンとなる、サコ、あるいは71という。1981年4月3日にディリーファームが ライセンスを得てオープンし、2004年9月には1.05億香港ドルで、南花双方グループを買収し、シェア3位のデイリーストップ87店舗を参加に、収めた。2009年12月時点で963店舗が、営業中。店舗数2位の OK 便利店は289店舗であり、圧倒的シェアを誇る。発達通りで支払うと値引きされるため、 交通機関以外の最も大口の利用先となっている。ウィキメディアコモンズには香港のセブンイレブンに関するカテゴリーがあります。韓国韓国では1988年にコリアセブンが設立され、1989年にソウル特別市松白オリンピック選手村アパート、商店街に韓国発のコンビニエンスストアとして第一店が開店した。 1994年にロッテショッピングが取得。1997年にロッテショッピングからロッテリア韓国法人に吸収。1999年にロッテリアから独立しロッテグループの系列会社コリアセブンとなった。2010年には中堅のコンビニバイズウェイを買収した。しかし CU、GS グループ系列の GS25 に押され、 日本や台湾のようなシェアを獲得していない。2019年3月末時点で9485店舗が営業中。ウィキメディアコモンズには韓国のセブンイレブンに関するカテゴリーがあります。中国北京市のセブンイレブン中華人民共和国では7から11というセブンイレブンジャパンの子会社であるセブンイレブン。 北京有限講師が2004年4月15日北京市に、2009年9月17日天津市に、それぞれオープンして展開し、セブンイレブン生徒有限講師が、生徒市に展開している。他の地域では、関東では、香港で展開する、ディリーファームが、上海市では、台湾で展開する、統一庁帳が展開している。 すべて合わせて2019年3月末時点で2892店舗が営業中。ウィキメディアコモンズには中国のセブンイレブンに関するカテゴリーがあります。タイチェンマイのセブンイレブン体では CP オールパブリックカンパニーリミテッドがフランチャイズを行っている。2019年3月末時点で11299店舗あり、 日本に次いで店舗数第2位である。ウィキメディアコモンズにはタイのセブンイレブンに関するカテゴリーがあります。シンガポールシンガポールでは香港で展開するディリーファームが展開している。1983年6月チャンギロードにオープンして以来2019年3月末時点で398店舗が営業中、イージーリンクなどで 決済できる。サンドイッチのような調理済み食品は大部分が、マレーシア製。ウィキメディアコモンズには、シンガポールのセブンイレブンに関するカテゴリーがあります。マレーシアマレーシアでは、ブルジャヤグループ参加の7-11マレーシア SDNBHD が展開している。1984年10月に、クアラルンプールのジャランブキ、ビンタンでオープンし、2008年10月に、 記念すべき1000店舗目がスランゴール州バンダルサンウェイにオープンした。2019年3月末時点で2311店舗が営業中。ウィキメディアコモンズにはマレーシアのセブンイレブンに関するカテゴリーがあります。インドインドでは2019年にフューチャーリテールとの間でフランチャイズ契約を締結し、同国内において店舗展開を行っていたが、 回転目標の達成とフランチャイズ料の支払いが困難になったとして、2021年10月5日に同社との提携関係を解消した。その後、同月7日にアジア一の富豪として知られている向けシワンバニが率いるリライアンスインダストリーズとの間でフランチャイズ契約を締結し、同月9日にムンバイ郊外に1号店が開店した。 ノルウェーに本社を置く大手流通企業グループのレータングラップンが1986年にノルウェーのオスロで初の店舗をオープンさせたのを皮切りにデンマーク、スウェーデンの北欧諸国においても展開している。ノルウェーのトロムソには世界最北のセブンイレブンの店舗がある。また、スカンジナビア三国のシェルセキュールのサービスステーションやデンマーク国鉄と提携しているのも 特徴として挙げられる。当初は、他のコンビニチェーンと異なり、高速道路のサービスエリアパーキングエリアへの出店は、積極的に行っておらず、首都高速6号三里線や市をパーキングエリアや、新名神高速道路土山サービスエリアの事例がある程度であったが、西日本高速道路管内のローソン、ファミリーマート、ミニストップなど20店が、 2018年3月末の契約期間満了後に全面改装し2018年4月27日からセブンイレブンとしてオープンした最新の出店では2017年4月28日に出店した上信越自動車道千曲川坂木パーキングエリアがある鉄道駅内では以下の鉄道事業者において系列の流通事業者と提携して 駅売店代替として展開している。空港ターミナルビルや、フェリーターミナルでは、羽田空港第1ターミナルビルや北九州空港、米子北郎空港に出店事例がある。他、京都市内など全国に存在する。他、2010年代は、セブンアイのサウンドロゴとザ・タイマーズの、デイドリーム・ビリーバーを使用している。2016年1月からは、当期間は、 高梨紗良応援 CM も放映される。沖縄では2018年に放送された出展予告 CM でアムロナミエのネバーエンドが採用され、その後沖縄限定 CM においてヒーローが採用されている。全国版で前述のデイドリームビリーバーが使用されている CM の一部も沖縄ではヒーローに差し替えられて応援される。 セブンイレブンの CM が放映される提供番組は、セブンアイホールディングス名義で提供しており、セブンイレブンの CM を放送している。2021年1月からは、あなたの毎日の生活に、思いがけない出会いと喜びをというコンセプトのもと、オリジナルアニメ CM、ときめきは、すぐそばに、編を放送している。監督を、川又博、アニメーション制作を、 アンサースタジオ、キャラクターゲ案ンを、シーナカルホ、ナレーションを、福原遥か、デイドリームビリーバーのカバー歌唱を、山がそれぞれ担当している。キャッチフレーズは、空いててよかった。美味しいぞ、セブンイレブン、セブンイレブン、いい気分。などを使用していた。また、セブンイレブン、いい気分。の、サウンドロゴは、複数のバリエーションがあった。現在では、近くて、 便利を使用している。テレビ、日本テレビ系列テレビ朝日系列テレビ、東京系列富士テレビ系列など多数。ラジオテレビ、日本テレビ系列テレビ朝日系列、TBS 系列テレビ、東京系列富士テレビ、系列ラジオ n r n j f n q レブンが、提供過去の子会社は、以下の通りである。ロスチャージ裁判ロスチャージとは、 賞味期限切れで廃棄された商品に対して契約に基づき仕入れ減価加盟店が全額負担になるようにあらりを算出し、このあらりに基づいて加盟店がロイヤリティを支払う取り決めである。このことが詐欺に当たる不当請求だとして加盟店側がセブンイレブン本部を訴えた。しかし、加盟店が事故の責任において商品の仕入れを行っていることを理由として、 加盟店側の訴えは知りけられている。一般会計上基準では、このような算定がされていなかったり、本部側の契約書に記載がないことと、的外れな主張を展開した裁判であったが説明があったかが争点となって最高裁まで争われたが、契約書や事前説明で認識できると加盟店の敗訴が確定した。セブンイレブン本部が発足してからの二十数年で、 少なくとも30件以上の裁判が提起された。そのすべてがセブンイレブン本部焦訴となり、上告されることもなく地方裁判所で集結している。ごく一部に高等裁判所で係争することもあったが、多くの事例でセブンイレブン本部焦訴となった。商品の注文量について、本部側のスタッフ側の強い指導により、加盟店側が、 注文料を加減するのが難しいことも争点とされていた。2005年2月24日、東京高等裁判所で加盟店が初めて勝訴したが、この裁判は最高裁判所で2007年6月に判決が下され勝訴が取り消された。見切り販売独禁法違反事件と損害賠償訴訟セブンイレブンジャパンが、 フランチャイズ加盟店に対し、売れ残った弁当などの値引きを制限している、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2008年10月から、厚生取引委員会が調査を進めていたことが2009年2月に判明した。調査は、本部の優越的地位の乱用があったかどうかについて行われたが、2月の報道以降、値下げを始めた複数のオーナーは、 廃棄が減って利益が増えたとしている。2009年5月、公正取引委員会は、優越的地位を利用してこうした見切り販売制限を行うことは、独占禁止法に違反するとして、排除措置命令を出す方針を決めたと報じられた。2009年6月22日、公正取引委員会は、 セブンイレブンジャパンに対し排除措置命令を出した。コートリーの命令によると、加盟店に対して、弁当などの、見切り販売をした、加盟店に対し、本部側の担当者らが契約の更新ができない、などということで見切り販売を制限したが、これは、優越的な地位の乱用に当たると認定した。廃棄分の原価は加盟店側が負担する、会計方式では、 値引き販売ができないと加盟店の負担は大きくなり、捨てることになる弁当などが、現状で1店舗あたり年平均約530万円に、達していることも指摘し、コートリーが、セブン側に見切り販売の際のマニュアル作成を求めているという。この廃棄分は、全店舗では年に600億円に上る。なお、セブンイレブン以外でも値引き制限があるとして、 複数の他チェーンオーナーがコートリーに申告したとされる。排除措置命令を受けた翌6月23日、セブンイレブンジャパンは売れ残った弁当などの廃棄損失の15%分を本部が負担すると発表した。しかし本件については、不当な見切り販売制限による損害を3000万円とし、 賠償を本部に求めた裁判を8月に福島県内のオーナーが起こした。また本部は7月以降値引き販売をしている複数の店主に会計や本部への不信感を生じさせるマスコミへの取材協力、値引きを利用した不正行為などの理由により契約解除を通告したり解除を示唆し、一部の店主らは値引き販売への報復と反発している。 弁当などの値引き販売を実施したことに対し、本部が契約解除などをちらつかせるなど圧力をかけたとして、2010年9月15日に、福岡地裁は、加盟店の元店長の訴えを認め、本部の行為が、独占禁止法違反に当たるとして、賠償を命じる判決を言い渡した。値引きの制限を明確に、独禁法違反と認定するのは、これが、 日本国内初のこととなった。2014年10月、加盟店側が損害賠償を求めた裁判が2009年に東京高裁で起こされた裁判の最高裁での上告審の結果、見切り販売の妨害は独占禁止法違反であるとして、会社側から加盟店に対して1140万円の支払いが命じられた第一審の判決が確定した。 上記の事柄を理由として株式会社セブンイレブン・ジャパンはブラック企業大賞2015を受賞している。請求書引き渡し等請求事件、ピンハネ疑惑事件本件は加盟店がセブン本部に仕入れ値の開示を求めている問題である。セブンイレブン本部側は加盟店の仕入れ代行業務を行っているのみで、その仕入れ先より仕入れた原価の伝票は本来、 加盟店が管理するものであり、セブンイレブン本部が仕入れ伝票を管理者である加盟店の店主に開示しないのはピンハネもできる異常な状態であるとして、加盟店主、元加盟店主がセブンイレブン本部に対して開示を請求する訴訟を起こした。これに対し、一審、二審は請求を棄却した。しかし、最高裁、第二小法廷は、 2008年7月4日に、仕入れ代金の支払い内容を報告する義務があるとの判断を示し、報告義務はないとした妊娠、東京高裁判決を発揮し、具体的にどんな内容を報告する義務があるかを審理するため、東京高裁に差し戻した。これを受け、2009年8月25日、東京高等裁判所は、開示を命じる判決を出した。 下請け業者に対する不当な、減額プライベートブランドの弁当類や、加工食品の製造委託を受けていた76社に、対し、商品案内のカタログ作成団や、新店協賛金の名目で新規出店や、改装オープンでの値引き額の一部を補填させ、2015年9月から、 翌年8月までの約1年間で、計2億2750万円を、下請代金から不当に減額していたとして、2017年7月21日に、厚生取引委員会から、下請代金支払い遅延等防止法違反で、再発防止の勧告を受けた。福井豪雪での営業継続強要問題2018年2月の、福井豪雪で、 豪雪に見舞われた福井県北部のセブンイレブンの店舗を経営する男性が本部に休業を申し入れたものの本部からは認められずに営業継続を要求されたこの男性は契約解除を恐れて仕方なく営業を続けその結果として約50時間にわたって勤務させられたとしてコンビニ加盟店ユニオンに報告その後 本部の担当者が店舗を訪れ謝罪したという。短縮営業に対する契約解除と違約金、請求問題大阪府東大阪市のセブンイレブンの店舗を経営する男性が人手不足を理由として2019年2月から1日19時間の短縮営業に踏み切ったところ、本部から契約解除と約1700万円の違約金を請求された。これを機に、 コンビニの24時間営業の是非がクローズアップされセブンイレブンをはじめとするコンビニ各社で時短営業実験の開始や加盟店への支援サポート強化を表明するなどの契機となった2019年12月20日には同店オーナーに対し本部は店舗に対する客の苦情外上に多いオーナーがツイッター上でセブンの中傷を繰り返し 信用を著しく低下させる状況が続いているという理由で顧客対応などを改善しなければ12月31日付でフランチャイズ契約を解除すると通告した文書では時短営業や元日休日には触れなかった一方オーナーは客と言い合いがあったことは認めながらもカスタマーハラスメントのようなクレームが多かったと説明しているオーナーは 同年12月27日に契約を解除された場合、地位の確認を求める訴訟を起こすことを明らかにした。12月31日と2020年1月1日は休業し、1月2日に店舗を再開した。契約解除後であるが、セブンイレブンの看板や備品、ポップは撤去されず、制服もセブンイレブンのものを着用し、営業を続けた。 その後、オーナー側は解除の無効などを、本部側は建物の引き渡しなどを求めて、大阪地裁に損害賠償訴訟を起こしたが、裁判中の2021年5月4日、本部側は駐車場に建てた仮設店舗で営業を再開。敷地内に2つの店舗が仕切りを隔てて立つ異例の事態となった。建設にかかった費用約3000万円は、 訴訟でオーナーに求めている損害賠償に加える意向を。セブン本部社員による無断発注事件セブンイレブンジャパン本部の社員が2019年8月にアドバイス名目で店舗を訪れ、事務所の端末を使用しおでんを無断で発注、気づいたオーナーが注文を取り消す事件が発生した。京都府の店舗では本部社員が酒や栄養ドリンクなど、 計15万円相当のの商品の無断発注を行ったまた別のオーナーは、不在時を狙われ、季節商品を無断で大量発注されたと話をしている。これにより、同年9月11日に、宮城、千葉、東京、京都、大阪の5都府県のセブン店舗オーナー5人が、独禁法違反に当たるとし、公正取引委員会に一斉に申告した。 セブン本部によると、発注はオーナーに権限があるとしており、セブンイレブン社員による無断発注は懲戒処分の代償となる違反行為である。セブンイレブンは同年11月に無断発注の事実を認め、本部社員二人を懲戒処分にするとともに、すべての店舗を対象に同様のケースがないかを過去を含めて調査することを明らかにした。 個人情報の悪用首都圏に在住する20歳代の女性が2015年10月に首都圏所在の店舗で宅配便を送ったがその際店を経営する40歳代の男性が伝票などを盗み見て女性に電話をかけ住所を言い当てた上に現金や性的関係を要求この経営者は当該の事件での強喝未遂容疑のほか。 別の女性への合姦容疑でも起訴され、懲役6年となった。女性はセブンイレブンに対し交渉したものの、この経営者の使用者ではないと拒否したため、女性は店舗の運営会社のほかセブンイレブン本体についても、フランチャイズ店の経営者を指揮監督する立場にあるとして、2016年6月23日に損害賠償を求め、 東京地方裁判所に訴訟を提起しており、2016年現在、軽装中。客への挨拶行為2018年、栃木県足利市のフランチャイズ店舗のオーナーが、女性客に対し卑猥な言葉を浴びせる、ズボンの中に手を入れ陰形をまさぐる動作から、チャック部分からその手を出して卑猥だとされる、ハンドサインを出す、退店後に駐車場までつきまとうなどの異常行為を、 繰り返していたことが発覚。被害者女性が友人を介し動画を撮影し9月17日にインターネットサイト上に投稿したことで事態が明らかとなった。本部は事実関係を認め、謝罪するとともに9月21日付で契約を解除した。セブンアイホールディングスの広報担当者は、このオーナーがなぜ客に卑猥な言動を繰り返していたのか その理由について、本部の広報担当者は把握しているが、詳しい話を明らかにすることは差し控えた。この店長の異常な言動は、近隣で話題となっており、変態セブンと呼ばれていた。マスクの高額販売、セブンイレブンのある加盟店で、店のオーナーが、インターネット販売で仕入れたマスクを、社会通年を外れる価格である16,900円の、 ままで販売していたことが2020年3月に判明。新型コロナウイルスの影響でのマスク不足に便乗し、高額でネット販売が行われたマスクを価格変更せずに販売していた模様でセブンイレブンの本部は当該の加盟店に対し適正価格での取引を行うよう申し入れを行った。制服の外部流出2021年6月に ツイッター上においてセブンイレブンの制服がリサイクルショップにて売られているとの指摘が報じられた。弁護士 .com による取材によるとセブンイレブン本部はスタッフの退職時に制服を返却してもらうことを加盟店向けのマニュアルにおいて定めているとしているがある加盟店の経営者によると記念として制服を保有していたりスタッフがある日突然来なくなる。 バックレ退職などで制服を回収できないケースもあり、厳密には管理できていない加盟店もあるとしている。また、セブンイレブン本部によると、制服がインターネットオークションに出品されるケースもあり、こちらについては運営会社に通報した上で出品を削除してもらっているとしている。セブンイレブンまで直進711メートルを示す標識。ありがとうございます。